はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は大東くんを使ってやっていきたいと思います。デッキはこんな感じで、大東くんの方から確認していきますと、まずテーブルですね、タックは 60% で、基礎ボーナスが高い形になってまして、35で変化球ボーナス12に固有の変化球ボーナスがさらにつきますと。でコツ、イベント率アップの効果で、やる気効果が 50% で、45になりますとさらに変化球ボーナスが16、PSR で50まで持っていきますとやる気効果75というような形になってまして、まあ、この手のねテーブルは結構ね、タックが重なった時に、まあ、伸びやすいという傾向があります、まあ、やる気効果も、ありますし、さらに基礎ボーナスも高いので、まあ、固めると同じ練習を、ね、固めると結構いいんじゃないかなと、思います。でコツの方が順応縛り変化球対抗心と、まあ、新しめの、コツのみに、なりますので、結構貴重なコツを、持ってます。特に縛りですね、かなり貴重なコツになってまして、まあ、この縛りを生かすために今回、金徳不確定ではあるんですけれども、金縛りを持っている、伊能くんを連れてきてます。で伊能くんもテーブル的には、まあ、やる気効果ね75あって、タックも高めで変化球ボーナスも固有で、ついてますので、まあ、この2人が重なると結構変化球ポイント稼げるんじゃないかなと、思ってますと。で大徳に話を戻しますと、金徳の方はみなぎる活力ですね、これは確定になってます。で一応成功失敗はあるんですけれども、金徳自体は確実にもらえます。で成功した時に、敏将ボーナスを一緒にもらえるんですよね。でその敏将ボーナスを、まあ、金縛りに生かすことも、できますので、まあ、この2人は結構相性がいいんじゃないかなと、思ってます。であと今はねやっぱ投手入れるときは、彼女キャラ、つのちゃんのコントロール上限アップは必須になってますので、つのちゃんを入れてきて、でそうするとやっぱりコントロールのね、根骨を持っている虹谷が入ってきますと。で精神ポイントが、まためっちゃ必要になりますので、マグロくんを入れてきて、で、まあ、精神ポイントと技術ポイントを稼げる三田村くんも入れてますと、まあ、こんな編成に、してますと。ではやっていきましょう。練習の方最初はまあ特にという感じで、本当にみんなばらけてるね、まあ、変化球マグロくんでも上げときますか。で最初結構重要なんだけど、まあなんかパッとしない楽譜だな、まあ、最初の方でねなんか北雪とか来てさ、彼女評価が上がるやつとか来るとかなり楽なんだけどね。これはどうしようかな、まあ、緊急登板ですけれども、回復力を狙ってこれにしておく。技術と変化球か、精神が欲しいっちゃ欲しいんだよな、まあ、確かに技術も必要にはなりますけれども、ハーモニーボーナスとしてはじゃあこれでいきますか。で、待って、最初はやっぱりでもつのちゃん重要だよね。上げられるときにつのちゃん上げておきましょう。よし、追加。あと何気にね虹谷が早めにモテモテをくれると超助かる、まあ、結構成功率は高めですけど確定ではないんでね、モテモテも。あーこれ、あ回復力ってそもそも発動してねえじゃん。よしいいね、ちょっとつのちゃん上がりがいいな。もう一回練習すれば乗るよね、まあ、通常の35なんで自分はちょっとね初期評価が、若干気になるところはあるんですけれども、監督評価を上げつつメンタルでいこう。ちょっと精神は意識してポイントを稼いでいかないと辛そうなので、まあ、マグロ君はね確かに精神をくれるんですけども、復活のねコツが1確定っていうので逆に精神を持ってかれたりするんで、金徳を取るのに。さて大徳変化球対抗心、
これは3で掴んじゃっていいかな。つのちゃんもう一回か、練習しよう。でラブパワー、パワフル9で金徳、これは異能のようになりたいと。で揃ってるけどコツは、あ、虹谷か。これはちょっと虹谷だな。マジでコンコツは欲しいからね。まずはコツくれないで、ご注文を。これは通常イベントの方だっけ。2回2回だったんだよね確か。金徳2回の通常イベント、2回の合計4回と。つのちゃん大丈夫だよね。オーボエの音色、これは通常イベントで、まあ、真ん中かな。安定の体力を回復しつつ調子安定と。でコツ、大東くんか。使用他も見るけど目ぼしいものはないので、変化球対抗心はじゃあ取っておきますかと思ったけど、これ敏捷使うんだ。あんまり取らないから知らなかったな。まあいいや、もうやらざるを得ない。縛りよし、とりあえず縛りは3で掴みましたけど、一応ね通常イベントでも縛りは取れるんですよね。でちょっと金縛りが進んでいってるんだけど、なんか上げといた方がいいかな。速球対抗心の方が、技術変化球どうしようかな。メカニクスで精神が発動してくれればちょっと嬉しいは嬉しいよな。ちょっとメカニクスでいこう。よし、精神発動。揃えられるの伊能くんのコツってなんだっけ。伊能くんはキレ持ってんのか。じゃあキレちょっと掴みたいよね、虹谷と被ってるから。とはいえ、マグロがいるね。マグロがいるから結構精神が乗ってるわ。こっちにしよう。緩急で、緩急はつのちゃんもくれるからね。ご注文を。あれ、これこっちは金徳だっけ、どっちだっけ、なんか分かんなくなっちゃった。ちょっと大東くんの、イベントを確認します。あ、そうだよね、ご注文をが通常イベントで、選択肢で、まあ、上だと縛りがもらえるんで、まあ、一応もらっときましょう。で4で掴めれば4で掴んじゃいましょう。これどうしようかな。行きました、体力回復。コツは大東くん、つのちゃんはまあとりあえず大丈夫。揃えていくか。メンタルをちょっとやって精神ポイントをゲットしていきます。でこれが金徳ですね。まあ一緒にやりましょうと。でつのちゃんの告白が来て、まあ、体力は全開だから若干もったいないけど、まあクリスマス前に間に合ったんでよしとしましょう。そう、クリスマス前に彼女にしようとするとね、どうしてもコントロールが上がりきらないよね。でマグロくんちょっともらっておこう、楽譜を。知らす、だってここで通常にくれるんで、うん、まあまあまあかな。コツは虹谷、虹谷だね。これはまずコツをくださいと。キレ、よしよしって言っても敏捷ポイント持ってたっけ、なんか持ってなかった気がするな。他に敏捷ポイントが稼げるキャラはいなかったよね。一回やっぱり守備連とか挟んでおかないとちょっときつそうだね。だから技術精神がすげえ乗っかってんな三田村くんもいるからか。三田村くんとマグロでかなり乗っかってるね。やろう、まあ、ダブルタックにもなってるし。
天空中央、逃げ玉、よし、つのちゃんどうしよっかな、逃げ玉にしよっかな。あでもね、復活取るからやっぱり先発になるよね。そうすると超尻上がりが欲しいよな、能力的に。超尻上がりもただね、結構精神ポイント持ってかれるんで、骸骨が普通のコツだと確保できないからね、これ。まあなんか音符から尻上がりが取れればいいんだけど、まあ、そこは完全に運だからね、しょうがない。これでどうだ、よくわかんないけど、敏捷27、よし、どう、お、いいんじゃない、 OK、 金縛りをつかみましたと。でちょっと無理だね、練習はできないわこれ。ちょっと見てみましょう。まず縛りが4になると敏捷ポイントは7まで落ちると。で金縛り自体は1で17か。ただ他にも切れとかで取らなきゃいけないんで、もうちょっと敏捷ポイントは必要ですね。でみなぎる活力がね、これ1確定だったはずなんで、ちょっと重いんだよね。ここでも精神157持ってかれるんで、やっぱりちょっと精神はだいぶ不足するね。まあみなぎる活力は骸骨がないんで、ちょっともう取れるときに取ります。でここは縛りだけ取って、で切れをちょっと掴んじゃいましょう。で緩急はまあ一応置いておく。でもうしょうがない、ちょっと大して回復しないけど、てか大してっていうか、そもそもイベントでは回復しないけど、つのちゃんとデートしましょう。もう1回目のデートがちょっとしょぼすぎるよねこれ。筋力20だけだからね。で真ん中でいきますか、精神ポイントもらって、で一応ちょっと見つつ、虹谷か、これはコツをもらっておくべきだな。天空中央、ど根性、ど根性とかもう絶対無理なんだけど。さてしらすを発動させるかどうかだな。12月の2週か、クリスマスが絡んでくるから体力回復的にはできるんだよね。ちょっと明鏡でバランスよく経験点もらっておきますか。なんか発動しなかった、得意練習が発動してないのか。でもまあスタミナで音符が揃えられるので、ここは虹谷頼む、本当に頼む、まずコツ、ありがとう、脱三振、これで脱三振を潰しましょう。で3周、うわー美味しいなー、 26% だけど、まあ、しょうがない、でもメンタルでいくよね。ちょっともう 20% は手が出せない。でここでクリスマスですと、まあ、ここら辺でモテモテになってればね、結構評価の上がりがいいんだけど、今回はちょっと体力回復をメインにしていきます。で脱散はもう忘れないうちに掴んでしまいましょう。で揃えられる、一応変化球見る、うおー結構油が乗ってるね、やっぱり油が乗ってるけど、メンタルで揃えよう。監督評価ちょっと怖いかな今のところ。モテモテお頼み申す、うわモテモテにはならなかった。つのちゃんここでね、その大凶扱いみたいな形になると評価が下がるからね、まそこまでいかなかったけどね。でこれいいね、あこれもいいね、タッグを取るかコツを取るか。で縛りはもう掴んであるんだよね。でそうするとやっぱり精神がねここでめちゃもらえるんで、どうしようかな、ちょっとスタミナ、いやまだ直上げできるか、スタミナは直上げだけで頑張っていくか。で三田村くんは真ん中、
やる気は下がるけど。で、勝ちなんだからね。あ、まあ、これもね、したらいいや。ちょっと体力回復がもったいなかったけど、っていうか、これまだバグってるからね。下選んどくとすげえ得する。で、脱散潰したよね。脱散潰したんで、ここはもうちょっと揃わないけど、やっぱり虹谷のね、ポンコツはどうしても掴んでおきたいんで、よし、3。もう1回だな。で、ここ。こっちは？あー、悪くないね。どうしようかな、伊能くんか。切ればもうただ掴んだからな。切れと玉持ちと、あとなんだっけ。玉持ちもでも絶対欲しいってわけじゃないかな。緩急か。じゃ、ちょっとスルーしちゃおうかな。こっち、変化球でいきます。結構今不足気味なんで変化球も。おい、やる気が下がったけど、まあまあまあ、あー、こことか次揃えられそうだけど、どうだろうな、微妙だな。うまくいけばだね。結構色がばらけてるんで、人が揃ってくれれば。おい、サブリスしかもつくのか。波動パワフル級、もうね、明鏡でサボられると超無理なんだよね、本当に。あ、伊能くん、まあ、変化球の練習の効果が上がってるとはいえ、1人で70まで上がるんで、やっぱ伊能くんも変化球ポイントは稼げますね、やっぱり。で、ラスト行ったんで結局揃わないってことは、ちょっとバレンタイン前でもったいないんだけど、サボり癖というものを直しておきましょう。特に明鏡高校サボられると、まず音符が揃わないっていうのと、監督評価が下がるっていう、本当に致命的なんで、サボられるのだけはちょっと勘弁。ではここからちょっと火消しを狙っていくか。波動は筋力でしょ、技術変化球でしょ。精神稼げる楽譜ってなかなかないね。もうマジでないわ。技術とかはわりかしあるけど、精神知らすしかないわ。ちょっと知らすを狙っていきますか。じゃあよし、とりあえず練習的な方は全部発動したな。ここいいな、監督評価。あ、でも監督評価もう結構乗ってる。108か、問題なさそうだな。経験って結構いいな。ちょっと技術も稼げるし、こっちにしよう。ここは音符を揃えるのも重要ではあるけど、やっぱり精神をね、稼げるときに稼ぎたい。体力が減ったら精神で回復したいけど、スタミナか、 12% か、ちょっと割と微妙な数値だよね。で、敏捷ポイント使いたくないからストレートにしよう。コツは両方掴んであるんで、まあどっちでもいいでしょうと。で、コンコツのところに、コンコツじゃねえ、コントロール練習のところにコツがあります。ただコントロールはちょっと上げておくか、まあ C まで上げちゃうか。で、これ。マグロくん。打たれ強さ。ちょっと、本当に精神きついんで無理っす。あ、ここで B ショポイント手に入るんだっけ、そういえば。これいいよね、マジでいいよね。これ修正しないでほしいんだけど。本当に修正しなかったらマジで角ちゃん激強だよね。で、25あるんで、じゃあ金縛りは取っちゃいましょう。もう金縛りのこと取る機会はないんで、掴めるときに掴んでおく。変化球、あー、三田村くんか。三田村君もまあ悪くはないんだけどな。ちょっと変化球不足してるは不足してるんだよね。全体的に経験点は悪くないね。ここにしよう。変化球だってまだ何も覚えてないでしょ。大東君、激闘第一。どっちにしようか。初級の方があれかな、経験点使わないかな。先制ストライクの方がどっちだろう。ここは西谷1人か。まあ、だったらメンタル P かな。
どっか一ターンで稼がないとちょっと無理か。揃えられないね。全然無理だ。もうこれ無理だ。かなり絶望感が漂ってきてるな。変化球少ない。変化球ポイントが少ない。やっぱり天空中央を一回奏でないと変化球ポイント稼げないね。スライダー4。やっぱ先発はね、もう査定とかっていうよりはやっぱり球種欲しいよ。球種が欲しい。どうしようかな。スタミナ時間上げしようかな。44か。いくつ上がるか分かんないけど、ちょっとスタミナ時間上げでいこう。悲しすぎる。でこれはもう3が揃えば万々歳だね。何なのこれ。大東くんか。ちょっと音符狙いでいきますか。せっかくのしらすなんで、かなでちゃんにして体力回復して、もう最後音符を揃える。3でね。スタミナ悪くない。ただ変化球も悪くない。コツがあるけど、ちょっとここは変化球ポイントを稼いでおきたいんで変化球をやるんだけど、ちょっとスタミナ D にしよう。ちょっと精神ポイントをさばくためにスタミナを上げましたと。あれ、これ大丈夫だよね。溢れないよね。割とギリ989。 危ねえ。じゃあ打たれずさ取っちゃおう。さすがに。で楽譜をどうしようかな。体力を一旦デートで回復させてから楽譜を奏でよう。よし、そうしよう。デートあんまり進んでないんで、これは2回連続デートかな。でそうすると2回連続デートするから買うにしておいて、コツを取りに行きますか。多分これ買わないの方があれなんだよね。経験点はもらえるんだよね。で虹谷だったらちょっとコツやったけど、でまずお出かけ、デートを3回目まで消化して楽譜に集中して、でまたデート2回こなして金とこを取りますと。よし、それでいこう。なかなか成功しないね、この人は。ではどれを奏でるかと、言ったところなんですけれども、ちょっと天空中をど根性、まあ、ど根性狙いっていうよりは変化球ポイント狙いで、行こうと思ってます。先制ストライクのコツ5か。でも赤ってきついんだよね。伊藤くんがいるとはいえ1人だからな。でも先制ストライク取れれば先手必殺がかなり軽減できるな。でもそこまで重くないんだよね、先手必殺自体が。これ取っちゃえば25、25、35だからな。いやー、これは悩み時だな。変化球ポイントちょっと稼いでおこう。一旦天空中央でいきます。彼女評価だけ。ま、あ、間違えちったよ、しかも。もうしょうがない。超無駄した。国説。伊能くん、なんか入れてると成功するとかあんのかな。アンドロメダ。すげえ無駄したわ。まあいいや。じゃあここで変化球ポイント稼いでいきましょう。あ、待って、また精神が溢れそうだ。で明鏡。で玉持ち。で。矢部くんの敏将もまあ美味しいは美味しいんだけど、伊能くんにしておこう。あ、緩急くれるんだ。いつも矢部くんにして敏将ポイント取ってたからね。知らなかった。で先発にはなってるんでお任せしておきましょう。ではではでは、変化球の2球種目を取っていきますか。じゃあ進化なんとなく。ドクター K はじゃあ取っちゃおう。玉持ちも取っちゃおう。こうやってちょっとずつ火中も取っとこう。復活
か、復活が取れなくなってしまった。変化球が足りないのか。復活もちょっと取れるときに取っておかないと、最後の調整がきつくなるからね。すげえ失点してんな。でも明鏡ってやっぱチーム能力弱いよね、本当にやってて思うけど。投手が結構厳しいんだよ本当に。マグロくん、あ、虹谷すっげえ揃ってるわ。ちょっとこれここにする。で次メンタルで楽譜が揃えば嬉しいね。ただここら辺とか虹谷のあれが来てたね。もうしょうがないそれは。でもう一回精神はやんなきゃいけないけど、あー虹谷か、これは、まあ、虹谷に行こう。音符の個数的にもまあ悪くはない。でそろそろちょっと根骨をもらわないと厳しい。よし、じゃあ上げていきましょう。いやこの段階でラブパワーもらってもな、ちょっともう無理なんですけど。コントロール、いやこれは無理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 。あーもったいないよね。もったいないけどデート進めちゃおう。6月に入っちゃってるんで、7月に2個残しておくのは結構怖いんで、これはまた3狙いだね。3が揃えばいいやっていう。でスタミナがある。こっちはこれは揃えていこう。大斗くんのコツか、まあ、スタミナ時間上げでいきますか。でなんだっけ、なんかしようとしたんだよなあれ何しようとしたんだっけ俺。あ復活取ろうとしたんだ。ああとそうだ、根骨が5になったから上げられるとこまでちょっと上げよう。もう使い切るこれは。97か、技術がちょっと足りてねえわ。こっち球速もまだ上げてないからね。課題はいっぱいだな本当に、課題だらけで。変化球の練習発動してないからね。じゃあ残り一旦で揃わないんで、ここはデートで体力を回復してまた楽譜に臨みましょう。でここはやっぱり下、最後はね園ちゃんのデート本当にいいんだけど。さてじゃあ何を奏でますかと、奏でますかと言ったら、ここら辺はもういらない。で何気に技術が足りてないことが分かったんで、明鏡はねまんべんなくもらえるのがまあいいところではあるんですよね。技術変化球か、変化球効率アップとコントロールの効率もアップか。これどこ、パワフル球、まあ悪くはないね。激闘第一はそもそも揃えられる気がしない。あと先制ストライクか。でも変化球経験点が増える、得意練習アップ、怪我率か。いやー最後のさ赤12345とか無理でしょう。でもやろう、赤は本当に無理。3個、あここの3個か。三田村くん、よしやろう。 OKOK、 技術精神がもらえたのは結構でかい。で伊能くん、虹谷、まあ、メンタルちょっとコツがあるんで、ここは技術を稼ぎながら虹谷からポイントをもらいましょう。で復活があるから、まあ、スタミナ的には多分やっていける。でもういいや、点を自分で取る、それだけだ。変化球ポイントやっぱちょっと足りてないね。4-3-3を狙っていくか。じゃあフォーク98-99-100。ちょっと待って、急速上げていきたいな。で技術足らん明鏡はねちょっとはまらないと点が伸びないんで、
多分通常時だとね7500から8500くらいでうろちょろするんだよね。うまくいくと9000に乗るけど、9000に乗るのはちょっとなかなかしんどいんだよね。7500から8000で動いてちょっと成功すると8500で、めっちゃうまくいくと9000みたいな、多分そんな感じのところだと思います。ちょ、自分のデッキではね。だからまんべんなく色を入れると、今回みたいに偏ったね音符はもう揃えられないんで、明鏡とかは揃えやすいと思うんですけど、偏ったやつが揃えられないんで、天空中央とかもね、あれも紫で偏ってるんで、そこら辺は結構、おお、これはでもやるべきでしょう。何にもないけど、何にもないけどやるべきでしょう。まあ、変化球は伸びる。変化球は伸びるというのがわかる。おお、これも悪くない。どうしようかな。でも3個揃ってんだよね。1回回復しておこう。で打つ。技術だ。変化球じゃなくて精神は意識してあげたから割と大丈夫。割と大丈夫とはいえまだあれを取ってないからね。先制のチャンスを迎えました。超尻上がり。ワンアウトランナー1塁2塁という場面で大声。第2球投げた。打ちました。これはいい当たり。そもそもの経験点が伸びないと、まあ、取れないっていうのは出てくるけど、聞いても大丈夫かな。初球を打ちました。ボールは中心。メイキョウ1点入りました。バッターは3番キロカー。ニートは高いけど、こいつはみんなパワーが低いっていう、そういうチームだったんだけど、メイキョウリードを5点に広げます。大声君はねそれなりだからいいんだけど、点は2か。大体0点で抑えることってすげえ稀だよね。任せると。で、揃います。いや、伊能くんいいね。80か90、まあ、変化球が乗ってるからとはいえだいぶ稼がせてもらってるな。で残り3ターンか。技術にスイッチするのもありだよな。残り3ターンとはいえで、技術にスイッチするだけのものがある。襲名か。襲名揃えられっかな。でも1なんだよね襲名。そういえばダメ。却下。明鏡か。明鏡で、いや北斗とかってもう意味ないからね。技術変化球、パワフル球か、まあ、これも確かに悪くないね。練習効果とコントロール練習、コントロールの経験点が上がるわけじゃないからな。明鏡だと得意練習率アップが発生してんのか、まあ、出ればだけどね。ちょっとこっちでいこう。一応全部発動しました。コントロール 10%、 まあやろう。次、そうか、もうセッションやらざるを得ないな。で、ちょっと待ってね。これをまず102にする。で、変化球自体はやっぱ溜まったな、割と。で、すでに3球周目は取ってあるから、だけど技術が足りない。コントロール102か。コントロール102の呪縛だな。技術と精神に悩まされるのは。お待たせいたしました。ここら辺やっぱ金徳とのバランスを考えていかないと足りなくなる。板垣君結構強え。初球打ち。え、稲垣だった。板垣だと思ってた。1点返しました。稲垣タイムリーツーベース。大声君明鏡なおもチャンスが続きます。ゲッ、スプリット。まあ、いや、しどれみちゃんちょっとやる気がない。セカンドゴロに終わっています。明鏡なおもチャンスが続いています。1点取れればいいや。投げました。打ったい当たりだ。ヒット。 OK。 しどれみちゃんは走ってくれるからね。2対2。走塁持ってるから。タイムリーツーベースヒット。明鏡なおもチャンスが続きます。大
第2球投げました。おお、引っ掛けた、危ねえ。投げました。これ勝ち越しておきたい。ライト前進、取ってアウト。名強勝ち越しのチャンスです。ノーアウトランナー2塁、打ったセカンド左上のゴロ、アウト。名強なおもチャンスが続いています。初球から打った、全然ダメだとりあえず1点、2アウトランナー1塁、無理やり1点もぎ取った。投げました、打ちました、初球ピッチャー、すげえ調子悪い、なんだバッティングの調子が。点のチャンスを迎えました。2アウトランナー1塁2塁という場面で指導、投げました、決まった、ストライク。投球はこれから3球目、打った強い当たり、ピッチャー返し、ちょっと下を叩いちゃってんのか。6番から超すごいな、本当に能力が。第2球投げた、打った強烈な当たり、ヒット、メイク1点入りました。バッターは7番有村、足が速い有村を投げた、初球打ちました、ヒットになります。ボールが転がる、メイク、フランスサードがまあ負けることは2塁3塁となりまして、ないって言ってると負けるんだよね。アウト、スリー、ほら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 、稲垣お前はいける、信頼、ゲー、信頼に値する。しかし打順がいい、打順が、これでしどれみちゃんアベレージヒッタリー行こう。ここはよし、オッケー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 、まず同点、危ねえ、補填、よし、いいの、ナイスバッティングです。これで今日ここから怒涛の連打で叩き込む、オッケー。なんて泥臭い試合だったんだ。実績点3かでも、じゃあここ無理だから、もうメンタルをやるしかない。あ、そういえばさ、大東くん出たってことは先発が大東くんになるのかな、激闘第一と戦うとき。大東くん変化球ばっか投げてくるからね。でしかもその斜めに落ちるやつ2球種だから結構嫌なんだよね、まあ、今回黒金だけど、てかまあそもそも大東くんこっちにいるから気にはならないけどさ。初球から打ってったクリーンヒット、ライトからセカンドへ、メイト1点先制。ノーアウトランナー2塁3塁となりました。有村、銭形なんてさ、みんな力配分でしょ、クリーンナップ以外。投げた、このチームは打ちました、サード右へのゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーは2塁3塁変わりません。投げた、もう第2球投げました、外れた、ボール。投球は3球目、投げました、あー、打ちました、下に落ちる変化球かと思ったけどストレートだったか。これで2アウト、ランナーは2塁3塁変わりません。シンカーはボール、まずは膝元、投げました、打った、頭上を越えていく、レフト前ヒット、かすって言うことだったけど、矢部君、君はいける。今日早くも2回目でバッターボックス。投球これから2球目、打ちました、掴んで、これで3アウト。名強追加点のチャンスです。リベンジもした。1塁3塁という場面で、これが稲垣の実力です。信頼に値する、このチームで唯一信頼に値するモブだな。いや、指導さんはモブじゃないから。さて最後、練習できる体力になるかどうか、ちょっとでも経験点を稼ぎたい。お、いいね、しかもタックのとこで来てる、やろう、8%。ちょっと精神稼ぎすぎたかな、むしろ。いや、そんなことはない、結局特能で持ってかれるからね。先手必殺もまあそれなりにはやっぱ使うから、で超尻上がりも使うでしょ。技術足りなさすぎる。奥さん44にはできないか、443っていうところかな。お待たせいたしました、2番
名教先制のチャンスです。ノーアウトランナー2塁という場面で神保、この後に控えているのは稲垣、打ちました初球、シュになるんですよ守備能力、名教まずは打撃が弱すぎるから。追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面、徳原君は足が速いっていうキャラなんだろうね。次の投球流し打ちファール、第3球を投げました。3球目ストレート、バッター追い込まれました。さあ4球目打った、セカンド左へのライナー、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。初球を打ちました、1・2塁歓迎、この1点を死守しなければ。さあ追加点のチャンスを迎えました、ワンアウトランナー1塁3塁という場面で、いいの矢部くん、神部とかマジクソすぎるでしょこいつ、打球のなんで打球伸びなんて持ってんの。で、ま、稲垣くんはちょっと信頼できる、なんか持ってるリベンジとか。で、紫藤さんで寺田くん、ま、守備力がね、ま、C あるから、ま、守備が上手い人っていうのは理解できる。で、こいつも、ま、守備が上手い人か。で、こいつ足が速いっていう。ちょっと神部がクソすぎるなマジで。キャッチャーこいつはミートが A だ、だ肩が G だからか。でも守備は C あるね。奥田君パワーはファーストはじゃあパワーがあるのか、絶対的にでもやっぱ弱えわ。第9投げました、エクスカリバーボール、まずはインハイ、一塁へ牽制球を送ります。投げた、おー打ちました、ヒット、投球はこれから3球目、打ちました、初回だ、一塁送球、おいおいおい、ダブルプレイ、スリーアウト、ダブルプレイになっちまった。名教同点のチャンスを迎えました。2アウトランナー1塁という場面で寺田、第2球投げた、打った、取って、これで3アウトチェン、打球パワーがないよねやっぱり。名教ここはなんとか追いつきたい、2アウトランナー1塁という場面、初球を打った、ヒット、やべ、いいバッティングを見せました。さてこっか、しかもこいつに変わってる、ミートはいいって言ってた。第2球打撃で攻めてきたな、点を取っていかないと確かに勝てないからね。打った、当たり損ない、終わった岸田自らベースを踏む。3番まで回せればまだ起死回生の逆転劇があったけど、で先発テスト、いえ技術どうだ、あー7500すら届かなかったわ。だいぶ球速が余っちゃ、球速じゃねえ筋力余っちゃってんな、技術が足んないんだよね。スタミナに1回来るか、で変化球はじゃフォーク、進化いけんなからの、せっかくだから変化球対抗心取って技術使わないんだこれ速球対抗心もう技術使わない、ちょっとさばくかじゃあ筋力を。で手応えせっかく掴んだからもらっとくでしょ。でバント封じもピンショポイントがあるからもらっとくでしょ。緊急登板で筋力か、一発逆転、一発逆転しよう超無駄超無駄だよ本当に、ホーム死守だったら、だったらさスタミナ上げるよねっていう話だよ。で球速上げられんな、1・2、いや134とか、うーんまあこんなもんかという感じですね。まあ伊能くんとね大東くん、まあ、相性はいいけど、まあ、変化球ポイントを稼げるんだけど、あとやっぱりどうしても技術と精神ですね、ここをどうするかで、コントロールを102まで持っていくっていうのを考えると、もう虹谷と角ちゃんはもうこの2人はもうほぼ固定になっちゃうんで、あとをどう組んでいくかですね。でそうすると角ちゃんと虹谷入れて、じゃあ大東くんと、
誰だっけ、伊野尾くんを組み合わせるともうここで4人なんで、まあ、残り2枠でね、まあ、どういう風に、技術をうまく稼いでいくか、精神をうまく稼いでいくかっていうところが、多分ポイントになろうかと思います。で、まあ、割とね勉強ばっかりやってるけど、円卓はねちょっと本当苦手なんで、あのアーサー投手でやるときはやっぱ、ね、アーサーとねモードを入れたいんですよ。で俺モード持ってないから、そうすると必然的にモードを借りざるを得ないん で、そうすると大斗くんがねちょっと入れられないっていうあのことになるんで、まあ、今回名挙で、やりましたけれども、また、機会があったら、まあ、別キャラクターねいろいろ使っていきたいと、思います。そんなわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。